アキとキュウちゃんがあのガム食べてる間にご飯を作りたいと思います。今日はですね、ロールキャベツを作りたいと思います。前あの買い物行ってひき肉が買ったんですよ。キャベツもあったんですよ。それでロールキャベツを作りたいと思います。まあ今日これだけです。ロールキャベツって言ってもね、あんなもんね。作ったことはないんですけど、まあ簡単かなと思うんですけど、あのひき肉を丸めて、でキャベツで巻いたらいいだけですよ。まあ誰でもできる。で作りたいと思います。あのコンソメとかいうのがいるみたいなんですよね。コンソメ。これ買ったのがちょっと役立ちますよ。はい、どいて、まずどいて。このあのひき肉と。いつ買ったかわからない、このキャベツ、このしなしなの、はい、材料はあのこのひき肉とキャベツとこのコンソメですよ。これだけ。簡単やな。で、キュウちゃんちょっと作ります。まずはね、キャベツを切りますよ。このしなしなのなんか色ついてるって、この辺はもうやめときます。この辺はちょっとやめときますわ。これでしょ、これ使うでしょ、キャベツ、キャベツでしょ。包丁いらんやん、これ切ったらだけやん。やっぱ1枚2枚回し、こうやってあのキャベツを蒸していきます。あとで誰がたもう蒸して追加します。これをどうしたらいいんでしょう。ひき肉をこっちのボウルに、なんか色変わってる、ちょっと。消費期限ちょっと切れてる。まあいいわ。まあええけど。このひき肉に、あの塩コショウします。大体こんなもん。やっぱこのままやったらくぐれてまうんで、パン粉入れて牛乳入れます。はい、牛乳入れました。あとこれ混ぜたいだけ。
まあ、これハンバーグと同じようなもんですよ。はい、こんなもんかな。ハンバーグと似てるな、これ。はい。ちょっとこれ大きいな。大きいからこっちに足します。はず、あかんって、これあかんよ、名前で。はい、4つっていう、まあ数が4つやで縁起悪いけど、まあええやんな、気にせん。はい、これ4つできました。ちょっと手洗います。ハツが食べるとあかんで、こっちが入れとこう。あとはこれをこのキャベツでくるんだらいいんでしょ。くるんだはええけど、どうやって蓋するんやこれ。あら、こうやってこうくるんで、届かんやん、これどうやってやったらいいんや。4つはこれ1つできました。1つできたよ。もう一つ、こいつをこれをこいつをくるみます。はい、これキャベツ大きくないとあかんのかな。なんか回らんやんけ。はい、鍋に一つしか入らん、二つしか入らん。はい、
キャベツが余ってしまいますね、これ、ね、使い切らないと。はい、できました。これ鍋ちょっと分かれてしまいましたが、できました。一応お水入れて、ちょっと待ってはず、こっちも水入れて、こんなもんかな。2つ鍋使うっちゅうのはね、もう嫌やな、ほんまに。これでもうコンソメ入れます、ここに。いや、わからんで、試しに1個だけ入れてやってみます。ほんまにコンソメ1個でこれ味出るんかいって思うけどね。こっちもコンソメとりあえず1個入れます。これで出来上がり、出来上がりってこれで一応煮立ったら終わりです。作ってる間にこれもう洗っときます。もうロールキャベツなんか簡単すぎて何もないやん、動画にならんかもしれん。もっと何度上げなあな。ピザどうやとかなんか聞いたんです。ピザ作るのどうやって聞いたんですけど、ピザなんかできんしなぁと思ってて、生地からですよ。あーつ、おしっこ行くの？ピザおしっこ行く？ちょっとおしっこ行きたいみたいです。おしっこ行ってきます。もうちょっと火消しときます。一応そのまま忘れるとあかんので、中の肉団子がね、舐めたらもうあかんからね。でもどれくらいこれ煮込むんですかね。今日ね、初の朝の散歩で桜の写真とか撮りに行ったんですけどね、もう1時間半ぐらいかかったんです、撮るの。全部帰って、家でに帰ってきて見たらもう全部ボツ。もう1時間半もブラブラ桜のところにしてたもん。で撮ったら、いや動画と写真を撮ったんですよね。カレンダー用に動画も撮、動画というか写真も撮らなあかんから撮ったんですよ。もうほんなんもうボツ、完全にボツ。もう空はくすんだあるし、画像動画もブレブレで、動画ってね、このこっちのカメラで撮ったんです。写真はまあまあちょっと撮れたんですけど、動画がねやっぱブレブレブレるんですよ。もう下手くそなのもあるんですけど、やっぱジンバルっていうなんか棒みたいなのにつけてやらなあかんみたいなんですよね。ジンバルっていう
棒みたいなのにカメラを引っ付けて、撮るんですよ。まあマニアックな話だけど、でも1時間半ぐらい、動画と写真撮ってて完全にボケやってた。ほんま悲しいなってきた。このキャベツのとこが柔らかいならんとあかんねん。このだしの色はもうこんな感じ、いい感じになってると思うんです。カッとキュウちゃんにちょっとおやつあげようか、もうしゃあないから。このさつまいものおやつです、もらった。今これのおやつしかないんですよね。あのね、好きなおやつがないんですよ全然。あきちゃん、あのおやつないんや。あのおやつなんだった。あのおやつ、このパリパリっていうおやつですよ。パリパリってなるおやつ、名前忘れたもん。ひっくり返しちゃったもん。ちょっとひっくり返したり、なんかでも俺っぽくなってきたと思うんですけどね、これ。最近ね、自作パソコンとかいうのに興味があってね、もう最強のね、パソコンちょっと作ってみたいんですよね。この、自作パソコンってパーツを買って、組み立てていったら、パソコンができるんですよ。そういうのを YouTube でちょっと見てね、やってみたいなと思って、ちょっとこれライブでやったら面白いやろ。もう絶対面白いないけど、いや、これ興味ないと全く面白いないんやけど、ちょっとやってみたいなと思ってるんです。どうでしょう、ライブでやったら面白いよ絶対。いや、僕だけが面白いと思うんやけど、あれ最強のパソコンで編集とかするとね、最後の書き出しがね、やっぱ時間かかるんですよね。パソコンのスペックが低かったら。で、最強のパソコン作ったらね、それが早くなって、ね、もう快適になるんですよ。パッとキュウちゃんはもう飽きてしまって潜っちゃいました。あ、この前ね、公園に行ったらね、なんか健康診断のね、紙が落ちてたんですよ。そこにね、32歳男の糖尿病治療とか書いてたんですよ。30代で糖尿病って書いてたで、ちょっと驚いたんですけど、僕も糖尿病には気をつけてるんですよ。じっちゃんも糖尿やし、母親も糖尿やったし、で、じっちゃんの兄弟もみんな糖尿なんですよね。で、糖尿になる確率高いかなと思って、糖尿だけは気をつけてるんですよ。あんまりね、糖質を取らないようにはしてるんですけどね、まあ、プリンとかそんなの食べるんですけどね、ご飯だけはちょっと控えようかな、米ね。あそこの公園ね、なんかいろんなものが落ちてるんですよ。前なんか給料明細拾いましたからね、運送屋の給料明細が落ちてたんですよ。もういくらって書いてたんですよ。もうできたと思うんですけどね、これどうでしょう。はい、火止めます。なんか薄味っぽいけど、それらしくなりましたよね、これ。
ちの出汁も入れとこうか。はい、これできました。ロールキャベツ、はい、一応できました。ロールキャベツこんな感じです。もう匂いだけは美味しそうです。味見も何もしてないですけど、これは見てください。もうロールキャベツですよこれ。ちょっと食べたいと思います。おお、美味しそうや。これはあかんで、はず。おお、ロールキャベツです。見た目は。ほら、肉もこのひき肉も、はい、火通ってますよ。これ美味しいやん。ちょっとくーちゃん、もうだ待ってな。これ適当に作ったのにめちゃくちゃ美味しいやん。あと欲しいの？ちょっと暑いからこれ無理やで。これでも、もう巻くのが難しいかもしれない、キャベツを。裸んぼに遊ぶんじゃん、これ。これは無理。うん、美味しいわこれ。あっと聞いたらもうご飯食べたんですよ。ガムも食べたし、さつまいももも食べたし、もうこれじゃダメ。いや、これほんま美味しいわ。キャベツも美味しいわ。コンソメってこんな味なんやな。これほんまのロールキャベツになってるよ。すぐこれはキャベツ剥がれるけど。ゆうちゃん、これあげられんて。さつまいもあげる、さつまいも。やっぱ夕食は一人で食べてたら寂しいもんやね。っていつも思うんです。はい、今回はこれで終わります。終わりです。もう次回何を作りましょう。ピザ食べたい、食べたいな、食べたいです。生地がね、ちょっと難しいかなと思うんですよね。多分皿回すように生地をこなして回したらいいんやけど、こんな簡単にできないと思うんですよね。ピザちょっと作ってみたいですね。ね、初ピザ作りたいね。今回はこんな感じで終わります。